はい、じゃあ今からカットします。はい、お願いします。視覚にならないんですか、自分の体が。だから視覚にならないよ、ね。どんどん歴史神経になっていくね。そうだよね。視覚になっちゃう。なんだ、見えないじゃないか。動くキャメラマンならば、そうそう、あれだけどね、固定してるからね。そうだけどさ、そのカメラばっかりさ気にしてさ、そうそう、動かないでさ、お客さんの目をさ斜めくっちゃえば気の毒だもん。それはまずい。それはまずいもん。先週の日曜日、はい、8度7分熱が出た。え?8度7分。どうした?熱が出た。あ、私。ブルブル震えた?震えた。あ、じゃあもう体が引いたね。腸が引いた。ブルブル震えたっていうか、家に1日ね、用、うん、があって10時から4時ぐらいまでずっと座ったりして、用を出たりなんかしながら、うん、もう自分がなんか座ってるだけで、何もできない状態になったね。頭の中で考えられなくて。ああ、もうそれもう疲れたよ。ねえ、うん。家に帰って着替えようと思って脱いだらもうすごい脱いでしゃって、もうつまんかった。走りの脱ぐとか。だから少し手抜きしなきゃダメだよ。真面目に真面目にしすぎちゃうんだよ。いろいろね。まあ、でも真面目だからね。真面目だからね。だってそれ取ったら何も残んない私に。え、なんでさ少しぐらい手抜きした方がいいと思うの。手抜きって。どういうところで手抜きしていいかわかんない容量が。あ、そっか。そういう容量ってほら、あの経験しながら身につくものでしょ。手抜きしたことないから経験しないから身につかないです。ダメか。そう、みんなあの真面目にしちゃうからね。こうか、こうか。そう。どっちでしょう。自分を苦しめちゃうけどね。うん、疲れさせちゃったり。そうだよ、ね。それで家に帰って。うん、手抜きしないでちゃんと材料からご飯作るんだよ。それがすごいよな。だって今更出来合いを買いくんだったらあるもんで、ね、ああ、はい、あ、そうだ、今日ね、うん、あの納豆があるからあげる。納豆とねハムがあるからあげるよ。ハムって何のハムですか。ロースハムだよ。硬いハム。いただきもんだけど。あ、そう、だってハムならうちにも1パックくらいあるから 5、6枚の食べて。いらないんですか。俺とソーセージももらったからさ、いっぱい。だからな。ソーセージって何、こういうやつ。魚のソーセージだ。普通の魚肉ソーセージ。うん、そう昔からあるね。そうそう、美味しいやつね。うん、それが俺はそれの方が好きなの。あ、それの方が。ハムあんまり好きじゃない。ハムね。納豆もあるし。納豆は明日の朝今日買ってきたもんだけど。いや、3つあるから持ってってくれよ。ちょうどいいだろ。あの、三段重ねの。そうそうそう。それともカップの三段重ね。うん、ちょうどいいでしょ。そうですね。納豆飯か、今日は。えでも、昨日おかずで、あの、冷凍のメカジキかなんか買ったら、それ煮つけて、うん、あとキャベツがあったから、千切りでもして、サラダでも作って、さっぱりと。あと、豆腐でも食べて、納豆でも食えばね。そうだ。サラダにハム入れればね。うん、そうだ、うん。私、コールスローの、サラダが好きだから、キャベツ千切りして、はい、うん、でも千切りするの時間かかるんですよ、結構。そうだよね、うん、かといって千切りは絶対買いたくないし、千切り野菜を買うとさ、うん、美味しくないでしょ、はい、そうだよね、ね、それでこの気管支と、はい、喉と気管支ともう胸の辺が痛くてね、あれなんて言うんだろう、痰がすごく多分いっぱいだと思うんだよね。絡んでたの。絡んで、はいはい、もうまだ熱の最中だけど、はい、でガンって咳すると、うん、破れそうなほど痛いわけ、はい、気管支の辺とかでも痰が絡んでて出したいけど、はい、咳すると痛い。痛いからね。そう、はいはい、出せなくて、で医者もその日日曜日やってないし、もう夕方だし、一晩ね、一睡もできなかったんですよ、うん、だけど、置き薬の葛根湯かなんか内服液があって、もう絶対手遅れなんだけど、うん、それとりあえず気休めで飲んで、うん、飲んで、で、水分取って、ね、すごいね、その時のおしっこがね、ジャブジャブ出たの。あ、よかった。1時間おきぐらいに、うん、そしたらね、朝になったら7度に下がった、うん、それで会社行った。よかった ね、でも、
人とも寝てないんだよ、うん、よくでもさ1週間休まずにね、だから途中で休めないな、休めないから言ってる、あそっか、休めればさその次の日休んで寝てるよ休めないよ、仕事があるから、そう、もちろん分かるよ、分かる分かるからさ、死んじゃえば行けなくて済むけどさ、死なないから行け、ね、7度まで寝てたと、それも苦であれば行けないと思うよ、そうだね、でも7度までさどうにか自力でさ、だって帰れねえんだもんね、そうなんだよ、それは困るよね、月曜日だし、ほんと休めねえんだからな、それで、うん、たまたま上司の、はい、あのその土曜日上司の奥さんの方だけ義理の親が亡くなって、うん、じゃあ供電無用費な会社のね、供電無用費なくちゃ、調電無やんなくちゃ、花あの成果も用意しなくちゃと思えばさ、あ大変だ、行かなくちゃと思えばとりあえず、そりゃそうだね、そしたらね、その上司自分でみんな手配してくれた、あそうなよかったとただ光電部分とかはね、今やったけどさ、行ったから、あれ前短いの、いや短いんだよ、前短く切りすぎて、ね、前はいいみたいな感じ、そうだね、ちょっと細い、危ない、やめとこう、前髪結構短かったみたいね、うん、眉のとこでいいですかって言ったらさ、眉の上なのパッツンかパッツンって、おいおいだな、はい、一応カット終わり、終わりです、これからプラチナトリートにしますね、ちょっと休憩。